砂川闘争。1955年頃砂川闘争。1955年頃、座り込みを行う反対派と警官隊。1955年8月反対派に阻まれる警官隊。1955年9月自宅に有志鉄線を張る反対派。1955年9月砂川闘争は、在日米軍立川飛行場の拡張に反対して、 東京都北多摩郡砂川町において1955年から1960年代まで続いた住民運動である。1955年3月、在日米軍は日本政府に対し、Z 爆撃機の発着のためとして、小牧、横田、立川、木更津、新潟のご飛行場の拡張を要求した。同年5月4日、調達庁東京調達局立川事務所長は、 砂川町長、宮殿こと宮崎伝左衛門に対した千場基地拡張を通告した。この話はたちまち町中に広まり、拡張予定地内関係者は6日に集まり協議して絶対反対を決定。砂川基地拡張反対同盟の結成を申し合わせ、8日に基地拡張反対総決起大会を開いた。これが町ぐるみの砂川闘争の始まりである。 砂川町議会も5月12日に基地拡張反対を受け継ぎし、全議員が闘争委員になった。8月2日に砂川町基地拡張反対共闘会議が発足し、9月5日には砂川町基地拡張反対労働組合支援協議会に改装、砂川勤労者組合、東京地表、三玉労協など51の労働組合と社会党左派、社会党右派。 労働者農民党が闘争を支援するまでになった。しかしながら、9月には、町議会内に、条件闘争派が現れ滑走路部分の地下化や、保証金支払いを要求、戦いは、亀裂を見せ始めた。1955年9月13日、基地拡張のために強制測量が実施され、警官隊と地元反対派、支援労組、学生が衝突し、14日、再び衝突し、 11月5日、精密測量を強行し、重軽傷20人余りが出た。土地収容のための測量実施と測量阻止闘争とのせめぎ合いが続く中、1956年10月13日には、砂川町の芋畑で、地元農民らと武装警官隊が衝突、1195人が負傷し13人が検挙される、流血の砂川と呼ばれる事態に至った。 10月14日夜、日本政府は測量中止を決定した。1957年6月27日に強制測量が行われ、7月8日、測量阻止のデモ隊の一部が立ち入り禁止の境界策を壊し基地内に数メートル立ち入ったとして、9月22日に学生や労働組合員23人が検挙され、うち7人が日米安全保障条約に基づく、 刑事特別法違反の罪に問われ起訴された。一審では、1959年3月30日に、米軍駐留は憲法違反であり、被告全員無罪との判断が示されたが、同年12月16日、上国審で最高裁判所が、統治行為論によって、原判決を破棄したことから、逆転して1963年12月25日に7人の、 有罪が確定した。2008年以降の研究により、伊達判決を早期に破棄させるため、日米両国政府間で秘密協議がされていたことが明らかになっている。予定地の地権者のうち23人が最後まで土地収容を拒否していたが、米軍は1968年12月に滑走路延長を取りやめ、翌1969年10月には、 横田飛行場への移転を発表した。日本政府も1969年4月に閣議で計画中止を決めた。そして、1973年1月の第14回日米安全保障協議委員会は3年後の立川基地全面返還を決定し、1977年11月30日、後地は日本側に返還された。 砂川闘争には、佐々木守、森田実、吉川雄一、河老氏健太郎、中本孝子、高田浩二、藤田翔子など、多くの社会運動家や作家が参加し、資源や指導をしている。周辺の商店街などでは、反対運動のデモによって営業ができなくなった上に、窓ガラスを荒られたり、闘石のために敷石を剥がされるなどの被害が出ていたが、 賠償請求の相手も定まらず、ほぼ、泣き寝入りの状態となった。砂川闘争を支援していた、審査翼党派は、基地拡張計画中止を勝ち取ると、同時期に、千葉県で勃発した三立化闘争へと転戦した。反対同盟副行動隊長の宮岡正夫が三立化、芝山連合空港反対同盟の戸村、はじめ作代表に、 全学連委員長の秋山勝幸を紹介したことによるもので、砂川闘争は三里塚闘争の父なる闘争と呼ばれている。ありがとうございます。